に顔してますけど、この写真もですけど、ここにちょっとですね、ちょっと巻かれてるんですよ。これフランジといって、まあ強い立派なお酢になったら出てくるんですけど、それが今出てくる途中です。で、まあそういうのもあったりして、ちょっと機嫌が悪かったりとかで、その体調が、体調というか、まあ、すごい安定しない時もあります。で、今日の夏は、まあ暑いのと、雷と雨、まあさっきも落ちましたので、近くで。ちょっと、円の本体の方がやられているんですけど、なので、電気がついてないところがあるかもしれないんですけど、はい、事務所の方がやられたみたいなので、かなり近かったので、多分、こっちでもあるんじゃないかなと思います。で、まあ、マレーシアに住んでる動物なので、暑いのは大丈夫そうに思われますけど、蒸し暑いっていうのはやっぱりですね、独特なのかなと。向こうも蒸し暑いんですけど、森の中ですので、まあ、自分たちも、森の中に入っていくと、ちょっとひんやりしたりとかですね、困りがあったりして、直射日光が当たらないっていうのはあるんですけど、まあ、それとやっぱり違って動物園っていうのは、日が当たったりしてですね、暑いのは暑いです。この子たちも暑いとじゃあ暑いので、どうしても、中がですね、エアコンが効いてるので、そんなに温度差はないんですけど、まあ、湿度がちょっと低いかなっていう感じですね、過ごしやすい環境ではあります。で、フランジの話で戻りますけど、このフランジっていうのが今、どん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 ちょっとずつできていくところですので、もしかすると次見たらですね、コピー君の顔が大きくなっているかもしれません。で、まあ、なってたらなってたらラッキーですけど、なってなかったら、なってなかったら悪いかって言ったらそういうわけじゃないんですけど、ある方がモテるオスだと思ってください。その、フランジっていうのができていく過程っていうのが今ちょうど見れる、オランウータンですので、まあ、日本全国とか見ても珍しいのかなと思いますので、本当は近くに来てくれたりしないと申し訳ないですけど、はい、そう落ちてこないと思いますけど、ポピー、すいません。